サマナーズを闇アークを使ってギルドバトル。はい、というわけで皆さんこんにちは、シロメと申します。本日はですね、本日はギルドやっていこうと思います。本日のお相手は、眠りの楽園さん、よろしくお願いいたします。はい、でですね、今回は、最初に述べました通りですね、闇アークを使ってギルドバトルしていこうと思います。と言いますのもね、ちょっとリクエストをギルバトのいくつかいただいておりまして、ちょっとね、最近溜めてたので、それを消化というか、やっていこうと思います。で、まずその第1弾ですね、といたしまして、闇アークを、使ってくださいという、お声いただきましたので、まず闇アーク使っていきたいと思います。で、見事にですね、緑3人残ってますんで、この緑3人を行きましょう。はい。これシャオウィンなんですね、左がね。さて、じゃあまずこの方、よろしくお願いします。上はもう闇アークですね。もうこれはもう闇アークでしかないです。闇アーク以外も考えられない。無理やり？闇アークどこだ？はい、闇アークに、ベラデオンですね。はい。で、下がそうですね。どうしようかな。どうしようかな。水皮膚は使わないんですけど。どうせだったらね、新しく作ったキャラも使っていきたいとは思うんですけど。どうしようかな。いや、まあ、鉄板に行こうかな。鉄板に、はい、行きます。鉄板に行きます。ミラーするか。ミラーしましょう。はい。ミラーで行きます。ミラーオートで、たまには、こういうのもいいですかね。はい。じゃあ、ミラーオートで下は行きたいと思います。はい、では、よろしくお願いします。そうなんですよ。結構いくつかね、リクエストいただいてて。なんで、これからしばらく、おお !2 枚石ついてますね。どうしようかな。これ、そうですね。誰から行こう。水行くかな。ごめんなさい。触れてますね。ラグが起こってます。すいません。縦割り入っても、正直闇役そんなに痛くないんで、もうそのまま打ちます。で、解除して、ズドンと。はい。次のターン、回復されますけど、全然気にせずいきます。攻撃は闇アークに飛んでくるんで、はい。放っておいても大丈夫ですね。ここで、どうしようかな。ゲージ上げた方がいいかな。いや、縦割り入れて、一旦、風姫のゲージを奪います。で、落としましょう。で、また剥がして、上げて、落とすと。はい、いいですね。2万3000。縦割りを入れ続けて。次は、バネッサいきます。バネッサはなかなかギルバタで使うのは難しいかなっていう気はするんですけどね。アリーナの速度専門、ワンパンでしたね。ワンパンでしたね。いいですね。闇アークのこの、ルーン最初に見せればよかったですね。ごめんなさい。激動型のアタッカーなんですけど、順次ね、一体ずつ落としていけるっていうのが闇アークの強みかなと。使い方は結構いろいろあると思います。速度に振って、挑発入れながらサブアタッカーみたいな形もできますし、反撃とかつけてみるのも面白いかなと思います。はい。では、ミラーマッチいきます。遅くない？じゃあ、オートでいきましょう。意外とミラーマッチってしたことないんですよね。免疫の張り合いはしますよね。うわー、それ良くないな。先に打っちゃった。
あ、向こう戻ってきましたね。結構火力出ますね、シャオウィン。なんでジュノはさっきから剥がしをしてくんないの。うわ、スタンした。やばいやばいやばい。うわ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 、ちょっと待って。あー、やられた。やられましたね。回復がいなくなった。あ、でも優勢かな。水流派。あ、待って、黒で持ってかれたの痛いんですけど。よし、勝てましたね。うわ、黒へ持ってかれちゃった。まあいいや。はい、ありがとうございました。意外と面白いですね、ミラーマッチ。はい、上、闇役です。もう闇役しかないです。このパーティーには闇役。はい、では下行きましょう。下、これ、真面目に、このパーティーとやるとき、これで行くんですよ。解除2枚と免疫持ってるんで、で、敵中上げて、剥がしに行こうかなというパーティーなんですけど、これでいきます。もうサクサクっと行きましょう。あ、また闇役のルーム見せ忘れた。ごめんなさい。これ終わったら必ず見せます。って思ってるんですけど忘れちゃうんですよね、毎回。ここはですね、風姫をワンパンしたいんで、護衛を張らせないようにして、縦割り入れて、これで落とします。はい。はいって言って落とせちゃうっていうのが闇ワークの強みですね。これ、ヒサル放置して、リテッシュじゃないや、チャンドラ行きます。あ、絶望か。おうおうおう。回復します。ゲージ上げます。ゲージ下げます。暴走してほしかったな。あ、なんか、ふわって言うんですね。知らなかった。まあ、これはいいですね。まず、縦割り剥がして。縦割りもう一回入れ直して、落とします。落ちなかった。ちゃんとこれで、落としましょう。これ通常攻撃で落としましょう。はい。一発2万ですね。アウト、縦割り。OK。で、懲罰、ドーン。はい、OK です。で、まあ、先に動かれるんですよ。これを、二段剥がしで、耐えようかなという形でした。で、剥がしきれたので、ここはまあ普通に、削りながらという感じですね。実際もこれでカタリーナ怖くないんで、水 F につけつつ、カタリーナをこうじわじわ削りつつっていう感じで、やってます。いやー、オラクル強いな。剥がし2に回復2いるんで、そうそう、暴れられても勝てるんですよ、この攻めパーティー。で、2個乗っけて、爆破ですね。はい。で、また、剥がしたかったんですけど、まあ、こうやって闇肉もね、闇肉じゃないって、水肉も剥がして、勝手に倒してくれることもあるんで、いいですね。オラクルはいいですね。まあ、ここはあとはもうオートでもいいんですけど、サクサクといきましょう。あとはスキル1でバシバシやったら勝手に終わってるんで。はい、OK ですね。ありがとうございました。はい、ごめんなさい。闇アークのルーンを、ごめんなさい。こちらですね。はい。ステータスこんな感じです。体力はもう気にしてないです。防御とクリーツクリダミを意識して歩いております。ルーンは迅速じゃないですね。どう見てもね。激怒集中。集中な理由はちょっと、ステータスの問題でして、ここで結構防御が稼げてるのと、ここでクリーツ 22% っていうのがついてるんで、
ここで結構稼いでる感じなんですね。あとは本当になんだこれみたいなルーンがついてるんですけど、これでもこんだけのステータスになる、闇アークフェルミオンの、スペックの高さが伺えますね。はい、では最後に左のこといきましょう。なるほど、なるほど、これは闇アークなのかな。これも闇アークです。上は闇アークです。はい、闇アークいきましょう。で、羅漢がね、本当にちょっと苦手すぎて、あ、やばい、下で黒へ使いたかった。やばいな。まあ、いっか。どうしようかな、じゃあ。どうしようかな。しまったな。これ、黒へがいるんだけどな、普段。普段やるとき、もしこれやろうとしたら、カーリー、セアラ、クロエなんですけど、しまったな。ミラーとかするんじゃなかった。いやー、どうしようかな。まあでも水で固めますか。うん、抵抗上げて剥がして、で、トラクターで、防御バフないけど、いけないかな。あ、あ、オッケー、わかりました。こっちだ。エマだ、エマ、エマ。謎の抵抗エマを使うときが来ましたぞ。はい。ギルバトで抵抗が 40% 上がるし、スキル2で剥がしがあるんで、ラカンのバフも剥がせる。来た、これ。来てますね。で、もう一体はまあベラードかな。水で固めましょう。よし、これだ。これでした。よし。よろしくお願いします。エマめちゃめちゃ久々に使うな。大丈夫かな？はい。はい。はい。エマここまで鉄板の動きですね。反撃されたくない。あ、でも石ついてたか。見てなかった。まあ、いいや。とりあえず、作戦封鎖です。で、バフ剥がします。バフ剥がしてよ。仕事しないな。じゃあもう上から殴ります。あ、反撃か、やっぱり。いいよ、危ない。よかった。そうですね。解除するしかないので、解除して。お、ラグってますね。すいません。ここは、回復はちょっと一旦温存します。まあ、落下は使ってきますよね。えい、はい、はい、はい、ひどいな。回復して、挑発入れたいけど、張ってきます。ちょっと、うわー、これはひどい。暴走しすぎ。とりあえず水イフさえ落とせれば、正気がある、んと信じたかった人生でした。いやー、待って。闇薬動けるんで、ここは、水引きを下げましょう。うわー、微妙に残ったな。あ、オッケー、ナイス。自分にリモかけて、粘らせて、闇アークに挑発入れましょう。あー、よくないって。ちょっと。ひど。これはひどいな。リモかけて、闇アークじゃない、火アーク下げて、ちょっと、ひどいな、これ。これなんか闇アークの問題じゃなくて暴走の問題だな。まあ、全然ベラでは仕事しなかったのが大きいかな。はい。やられましたね。うん。あ、遅いなぁ、これ。遅いオリオンか。じゃあまず、医療支援で
マイク買っちゃいましょう。あ、トベトベを使ってきた。じゃあもうゲージを下げます、こっちは。で、落とすはオーリオンですよね、やっぱり。ミスをラカンにつけておきたい。殴って、わあ、バスルは来ますよね。とりあえず落としたい。うわあ、待った待った待った。剥がします。で、もうここでスタン、スタン。ミスつけましょう。ミスつけましょう。ここは挑発入るかな。挑発入れましょう。うわ、アナベルに入ってもうちょい暴走がすごいな今日。危ない、寝ないでね。 OK OK ですね。これはもうちょっと撃つしかないんで、アナベルをとりあえずどんどん落としていきましょう。どんどん落とす。いやー、危ない、負けるかと思った。アナベル反撃ですね。スタン取りに行こうっていうことかな。ナイス崩壊。痛いなぁ。痛っ。危なかったですね。いやー、やられましたね。暴走が。まあ、言い訳ですね。はい、やられました、最後。まあ、でも闇枠の強さは分かっていただけたんじゃないかなと思います。もう一度最後に見ておきましょう。闇悪激怒型の、繰りだめ特化にしますと、まあ、結構ね、ワンパンマンとして、働いてくれることもできます。まあ、フェルミオン結構意外とね、いろいろ使い道ありますんで、あの使い方、ルーン構成ありますんで、暴走にして挑発ばらまくも良しですし、まあ、迅速みたいにして速度特化もありなのかなと思うんですけど、まあ、とりあえず私はね、この激怒特化の火力重視にしております。はい、というわけで、ギルドバトル闇アークを使ってみようの回でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよかったらよろしくお願いします。シュウメでした。